HN 温熱法。温熱法の効果は、これまでに述べてきた通りですが、皮膚から体内毒素を排泄して病状を改善するという考え方は、今までの医学にはないものです。温熱療法というと、一般的には、外部熱で患部を温め、血行を促進させて治癒力を増す、という具合に、熱が主体の作用になっていることが多いのではないでしょうか。ここで考えていただきたいのは、人と構成体質の方に行う場合は、ただ単に熱を加えるだけでは熱性化した体がさらに熱くなって、反作用の方が大きくなってしまいます。この健康法で行うビワ温熱法を例にとってみると、ビワの葉の成分が老廃物や過酸化脂質などの体内毒素を分解すると同時に、全身から発汗することによって、体の外に排泄させることが目的になっています。また、体内に吸収されたビワの葉の冷たい性質の成分は、温熱後も体内毒素を分解しながら熱性化した体を冷ましてくれるのです。排毒を促すために外部熱を利用しているのですから、外部熱は毒素排泄のための媒体になっているだけです。ビワ温熱法は、外部熱を利用して体内熱を冷ます方法ですから、熱の負担をごくわずかなものにできます。中等度構成体質に対する生姜温熱法にしても、生姜の抜く性作用で冷えを取り除き、皮膚の汗腺を開き、体内毒素が抜ける通り道を作ることが目的ですから、ここでも、熱の利用の仕方が違うことがわかります。そういった基本を踏まえながら、手軽に行える補足的な温熱法として HN 温熱法があります。温熱ヒーターマット小を使った部分温熱法と考えていただいても差し支えありません。HN 温熱法は、活石翡翠の頭文字 H と、ナチュラルソフト乳化液の頭文字 N を組み合わせた温熱法という意味です。HN 温熱法の使用法。1、うつ伏せになって、腰部にナチュラルソフト乳化液を適量塗り、活石で2から3分間こする。2、ビワエキスを5倍に薄めたものに、さらし布を浸し、軽く絞って、1の後に乗せます。さらし布は、タオルの大きさのものを2つ折りにして使う。3、さらし布を覆うぐらいのビニールをのせます。4、次に、温熱ヒーターマット小をのせ、柔らかい重しを上にのせて体にフィットさせる。5、使用時間は30分から1時間とします。腹部が悪い場合、腸の働きが悪い、腹直筋が硬い、などは、腰部と腹部それぞれ30分ずつ分けて行うと良い。現代病になるそのほとんどが、少なからず腸に問題を抱えています。腸の働きが悪いと、腹部より下半身にかけて血流が悪くなり、その分、血液が上半身に滞してしまいます。その状態が慢性化すると、腹直筋の筋肉硬化や臓器機能低下が進むことになります。内臓機能を強化して、血液の滞を取り除くのが HN 温熱法です。人と構成体質でビワ温熱法をしたいが、体力が弱り気味の方、あるいは便秘になりやすい方などの場合に最適です。HN 温熱法は、人と高度の低い方や、人と構成体質と中等度構成との合併体質にも行えます。ビワ温熱法を週に2回して、その間の日は HN 温熱法をする、といった具合にローテーションを組んで行うのも良いでしょう。HN 温熱法を実行して、寝入ってしまっても安全なように、タイマーと温度のコントローラーがついているものが良い。縦 250mm× 横 350mm ぐらいのシップタイプが使いやすい。